テレビカズマと申します。はい、すみません、固い質問させていただきたいと思います。よろしくお願いします。でまずは試合お疲れ様でした。本日の試合を振り返っていかがでしょうか。すいません、勝てたゲームだったと思いますし、そのままちょっと引き分けが終わってしまったので、ちょっと悔しさも残りますけど、まあ、先につながるいい試合だったんじゃないかなと思います。ご自身が前半に同点ゴールという形で得点に追いついたと思うんですけども、そのゴールの心境はどんな感じでした。いや、本当にアリちゃんがすごいいいクロスを上げてくれたので、触るだけだったですし、本当に前半のうちに同点にできたので、自分たちのミスで失点してしまった部分もあったので、しっかり取り返したいなっていう思いもあったので、前半のうちのところが良かったと思います。ちょっとチームの、お話になるんですけども、大野選手は昨年はイナムということで、まあ、今日の対戦相手のチームにいたということで、大野選手から見た今年の自慢ステラっていうのはどんな印象を。いや、もう最後まで粘り強く戦えるチームだと思いますし、全選手が本当に素直で頑張るいい選手たちが多いので、本当に結果がついてくればもっともっと上に上がっていけるチームだなと思います。まあ昨年はちょっと後半戦苦しんだりして、ちょっとなかなか厳しいシーズンだと思うんですけども、まあ、今年は今現状3位ということで、まあ、1位のインテルベレーザさんとも、まあ、勝ち点が3ということで、まあ、優勝狙える位置だと思うんですけども、まあ、今後、後半戦どんな戦いをしていきたいかっていうのは。そうですね、本当に一つ一つ自分たちらしいサッカーをしっかりしていくことが大事だと思いますし、こういうふうに今日みたいに負けない試合っていうのも続けていくことが大事かなと思って、一つ一つみたいに戦っていけたらいいかなと思います。改めて最後に意気込みというのをちょっと重複してしまうかもしれませんが。そうですね、本当にたくさんの方が応援に来てきてくださると思いますし、そういう方たちのために一つでもしっかり勝ち点を多く積み重ねていけるようにこれから頑張っていきたいと思います。じゃあ、QBK からは以上です。じゃあ、すいません、以上になります。ありがとうございました。